6番長田明と赤番で動きます。北日本5人連携戻せるかどうかで6番長田明が一旦誘導員を外す動きを見せました。7番牧田、1番鈴木のりよし、そして3番石田、4番阿部、ここの5番手2番の米丸がいましたが再び追い上げて4番阿部明の外側です。残り1周半の地点で5番高橋潤が後方で6番長田明最後方、牧田マイペースは濃厚かと思われますが踏み込んでくる2番米丸としなり、米丸が今度は3番手外へ追い上げていって石田を決めようとしましたがしのいだ3番石田武彦、北日本4番手に割り込んでいます2番米丸としなりの体勢、その後に5番の高橋潤は6番手最後方6番の長田明と7番牧田が先頭です。後ろは守る形で1番鈴木のりよしと3番石田武彦、米丸が4番手からもう一度足を使えるかどうかで後方5番高橋潤も追い込み体制直線に入りました。牧田先頭追いすがって詰める1番鈴木のりよしが並んで差し切って降臨、2着は7番牧田健也、3番石田武彦、僅差の争いです。